今日はですね、ドボン配信をしてみようと思います。はい、変じゃない、優しい、ありがとうございます。ちょっと今慣れてる。嘘、なんで、なんでよ。ということで、昨日の地震は私は大丈夫でしたね。関東で地震があったんですけど、皆さんは大丈夫でしたかね。なんか電車とか止まっちゃったりしたところもあったみたいで、無事みんなが帰宅できてるといいんですけど。はい、ありがとうございます。明日お話し会よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。明日からなんとお話し会がいよいよ再開ということで、もうね、久しぶりですね。ちょっと緊張しています。なんか皆さんと話しするのはちょっとそんなに緊張してないし、楽しみが大きいんですけど、なんかその話し会のなんか雰囲気がちょっと久しぶりだから、なんか私服をやったりとかするのが久しぶりなので、それがちょっと緊張してるけども、はい。あー、皆さんいろいろ明日参加するよって、楽しみです。やった、明日の洋服はだいたい決まりました。なんかそう、今日ね、直前までちょっと仕入れって言ったらあれだけど回ってた。そう、でも大体決まりました。でも明後日がまだちょっと決まってないから頑張って決めます。はい、こんばんは。4月ぶり、そんなに。そう、それでなんだっけ、初のお話し会、緊張してます。嬉しいです、嬉しいいや緊張しますよね。でもなんか意外と、なんだろう、テレビ電話みたいな感じで、結構私は好きですね。結構楽しみです楽しみにしててください。ということで、あれ、そういえばなんかハロウィン、あ、ちょっと待って自分のなんかお話し会日程みたいな自分で書いたんですけど、それに、あ、大丈夫か、あれ大丈夫だった、よかった。なんかハロウィンしますとか書いてたらどうしようと思って、全然全く用意してないと思ったけど書いてなかった、よかった。ハロウィンはね、もうちょっとまだ先なので、はい、うまく喋れないかも。じゃあ私もなんか考えとこう、あの何話すかね。でも意外となんかあーってやるだけでも楽しいです。確かに。ということで、なんかお話し会というか劇場版の予約まだやってるらしい、やってるので、よかったらぜひ、まだ申し込んでなかったって人とかいたら、待ちしてます。テロップはですね、なんドボン配信ですね、なんですけど、なんだっけ、ちょっとそんなに長くやんないです。ちょっと遅いので、時間も40分ぐらいまでやりたいと思います。ということで、早速じゃんじゃんやっていきたいと思います。はい。
ドボン配信は久しぶりですね。なんかなんとなく。ではまず時間を言いますね。最初は今は最初は21分30秒に押したいと思います。21分30秒。はい、皆さんも同時に押してもらえたら嬉しいです。あともしよかったら一押し設定にこの時間だけでもしてくれたらちょっとポイントがなんか 1.3 倍になるので、もしよかったらお願いします。はい、私はタイムイズというサイトで見てる時間を、あと少しです頑張って合わせるぞ。いやーもうね、ドボン、あとちょっと、ちょっと時間合わせはねシビアなんですね。よし、来たんじゃないか。お、いい感じだいい感じ。どうでしたか皆さん。わー、ありがとうございます。一押しにしてくださってる、ありがたいね。ドボンの今イベントをやっていまして、なんとあの AK ビンゴにね出れる権利がもらえるぞっていうイベントをやっているんですけど、今結構今7位と8位行ったり来たりしている感じで、でももうあのね、みんな全部僅差なんですよね。そうだからね、気が抜けない状況でございます。はい、でも今その1ヶ月あるんですけどイベントの期間、ありがとうございました。じゃあ次は23分10秒に押したいと思います。ちょっと早すぎ、23分10秒、早すぎた気がする。23分30秒にする。23分30秒、23分30秒です。はい、23分30秒、ありがとうございました。対戦30秒ですよはい、今はねイベントは10月いっぱいなんですけど、今始まってどれぐらい、待ってくださいね、ちょっと押すので集中します。そうで、なんだっけ、10月いっぱいなんですけど、9月30日から始まって、今何日、いいですね、当たりました。なんだっけもう話が忘れちゃう。今何日だ、10月8日ぐらい、8日なのでちょうど1週間かな、1週間とちょっとぐらい経った感じなんですけどね、1ヶ月って結構長いんですよねそう、でもなんか1ヶ月長いなって思ってる時が多分一番のなんか頑張り時っていうかね、あれだと思うんですよ。そう、長いって思って、長いからまあいっかって思ってると、あれもう1ヶ月終わっちゃうってなるんですよね、人って。なんでですかねなので今が一番の山場だと思っています。はい、そう、一押しにしたら会えた、ありがとうございます、嬉しかったです。なんか
そのなんだろう、このために一押しにしてくれたんだっていうのってすごいわかるからね。別にその偶然会った時に一押しじゃないのになんでだみたいなはならないんですよ全然。本当にそう、逆にこういう時にやってくれてありがとうっていう気持ちです。ありがとうございます。本当に大変ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。というか時間こんな遅い時間に一緒にやってくれること自体が嬉しいです。ありがとうございます。はい、でもこの間はあのすごいなんだろう、モチベーションというか、なんかモチベーションっていうよりもこれは AK ビンゴに出れるっていうあれをあのやってるので、あ終わりました対戦。じゃあ次は27分10秒に押したいと思います。27分10秒、27分10秒に押します。時差はどれくらいですか。どうだろう、なんかこのサイトでなんだろう、東京とか日本の時刻でやってもらえたら合うのかなって思います。はい、27分10秒、あと少し。フォローしました、ありがとうございます。あと少し、6789、10、よし。そう、それでねこの間はなんか AK ビンゴ、昔の AK ビンゴの映像とかを見ながらドボンしたりしてました。そう、めっちゃやる気満々な人。わ、嬉しい、全員はーちゃんカードだ、ありがとうございます。イエーイ。一緒にゲームできるの嬉しい。あーよかった。よかった。なんか私も嬉しいです。クロスパワーとか言ってすごい楽しい。時間合わせじゃない時にはーちゃんに会うとうれしさ倍増。あ、わかります。私もなんかね、たまたま会ったら、たまたま私のカードやってる人に会ったらいっぱいなんかルンルンみたいなスタンプをしちゃう。でもたまにあんまりなんか見えてない、なんか私目が悪いんですけど、コンタクトとかメガネとか何もしないでやってる時とかは見えてない時もあるから、そういう時はあんまり反応できてないかもしれないけど、結構スタンプは、そう、でも最近はちょっとやりすぎてなんかその試合の時にお辞儀ペコリってやつは絶対してるするようにしてるんですけど、スタンプっていうのがあってゲームの、そう、よろしくお願いしますっていうお辞儀はするようにしてるけど、でもなんかやったかやってないか分かんなくなっちゃう時最近あって、だからめっちゃ感じ悪い人みたいになってるかもしれない、たまに。たらすいません。明日も明後日もお話し会に参加する、ありがとうございます。楽しみ。あ、上がられた。では次はですね、30分50秒に押したいと思います。30分50秒、30分50秒に押します。
30分50秒です。第2弾とかあるんですか、シュタンプ。え、第2弾出てる人いますか。30分50秒。最近はメンバーだったらネモハモスタンプをしてる。あ、私もすぐ押します。ネモハモルーマーって書いてあるね、スタンプがドボンで多分全員もらえたのかな。そうあったので、ぜひ皆さんも使ってください。あと少し、いけたかな。お、いい感じ、ありがとうございます。そう、この間ね、面白かったのが、あのあれ、なんだっけな、カウントダウン TV に AKB48 が出てて、でそれを見ながらやってたんですよ。お、ネモハモルドボンやってたんです、そのテレビ見ながら。そう、そしたらやってる再戦中にちょっと AKB48 がもうテレビ出てきちゃって、出番来ちゃって、ちょっとドボン途中だったけど申し訳ないけど AKB 見たいって思って、ネモハモルーマーってバッて押してから、ちょっと途中からオートにさせてもらいました。もう分かっててくれるだろうって、これをしたら、あ、見てるんだなっていう信じて押しました。あとその出番の前も結構対戦中にみんなネモハモルーマーネモハモルーマーってみんな押してて、すごいこっちでも盛り上がってるぞっていう気持ちだった。ツイッターとかでもすごい盛り上がってたと思うんですけど、ドボンの中でも盛り上がってて、すごいいい感じに盛り上がってるなって思って。そうですね、嬉しかったです。大騒ぎ天国とかも欲しい。大騒ぎ天国ってめっちゃ使っちゃいそう。あったら、あ、対戦が終わったので次は33分30秒に押したいと思います。33分30秒、なんか耳がピコピコなってる。33分30秒、おしまい。あーなら君のルマルマルマホルマホル、ちょっと待ってくださいね、今押すところなので。6789、よし、押しました。お、皆さん、ネモハモルーマ踊れますか。どうなんだろう、振りは多分踊れます。あのフレッシュコンサートでのレッスンの時にやってたので踊れますけども、ウィッチウェイっていうあのサビの一番足がぐにょぐにょなってる、あれはちょっとそのフレッシュコンサートがなくなりましたってなってからもうやってないので、そのレッスンとかも。そうだから足が上がらないかもしれないですね。でもそろそろちょっと練習したいと思います。なんとなく、まあ、ルマルマルマ、いやもうあのフレッシュコンサートで、そう実はねやる予定だったんですけど、それのレッスンの時も結構なんか選抜メンバーさんがレッスンしたちょっと後ぐらいから始まったんですけども、そうだけど、あ、対戦が終わりました。
次は36分10秒に押したいと思います。36分10秒。そう、なんだっけ、何言おうとしたんだっけ。あ、もうそう、最初のレッスン1回目の時はなんかもうここまで涙出てここまで流しはしなかったけど、なんかできないっていうできなかったですね、全然。もう大変だったはい、36分10秒。なんか私足の甲を蚊に刺されてしまってすごく痒いんです、今。なんかね、草むらみたいなところに行ったんですよね、この間。そしたらそれでサンダルで行っちゃって、痒い、足の甲を刺されました。痒い、あ、あと少しだ。そろそろ時間が近づいてきて、はーちゃんにもできないことがあるのか。それはいじってるそんないっぱいあります。ありがとうございます。またギャル語のコメントやってほしい。本当にドボンの一言コメントですね。あの、一押しにしてくださってる方にしか表示されない一応コメントがあるんですけど、ドボンのゲーム、あ、すごい紅葉、ありがとうございます。そう、あ、もう終わっちゃった。それのね、コメントを今日のお昼1時間ぐらいだっけ、なんかすごいもうなんか半端ないっすみたいな、そういうギャル語にしたんですよ。で、あれはなんか全部決められるんじゃなくて、なんか一単語が決まってて、打てる単語が。そうなんです、だから限られてるんですけど。じゃあ次は38分10秒に押したいと思います。38分10秒。読みました。ありがとうございますタイヤリでした、タイヤリでしたはい、そうで、なんかギャル語みたいなのがやたらいっぱいあるの、単語の中に誰が使うんだろうっていう感じの、本当になんかマジマンジ、てんやげ、やいやいみたいな使う人いるのかなって思うぐらいギャルギャルしい言葉がいっぱいあって、で、なんか一回は使ってみたいなって思ってたんですよ。それで使って、もうなんかまだ、なんだろう、私のことをしてくださってる方は、はーちゃんなんかふざけてるよみたいな、面白いみたいな感じで受け取ってくれるけど、なんかそのそれだけ見た人に、え、この人こういう人なんだってなんか思われたら嫌だなと思って、なかなか勇気が出なかったんですけど、まあもうだいたい私はギャルではないということは分かってもらえたかなと思って、そう、ちゃんとおふざけですっていうのを分かってもらえるかなって思って勇気を出してやってみたけど、結構恥ずかしくてちょっと755で弁解しましたね、はい、こんばんは、こんばんは。そうでも、まだなんかそれ流行語っていうなんか種類のとこに入ってて、お、上がった、初めてこの時間を合わせて、イエーイ。そう、流行語のところにね、結構使うこれっていうのがいっぱいあるので、ちょっと使っていこうかなって思います。はい、もぎさんを使ってそう確かに、どうなんですかね。じゃあ最後、じゃあさ、ラスト2回ラストから2回目は41分
分00秒に押したいと思います。41分ちょうど、41分、ちょっと早いんですけどね、もう夜も遅いので。はい、でも本当に今日も朝から晩までありがとうございます。なんかちょっと途中できない時間とか私があったりするんですけど、その時もその用事が終わって見てもランキングとかそう下がってなかったりとかして、なんか本当に皆さんありがとうございますっていう気持ちになってます。いつも41分00秒です。頑張ろう、あと少し。おはい、なので本当にありがとうございます。イエーイさっきの対戦でハーちゃんのハッピネスになった、わーい、ハッピネス、ありがとうございます。やったね、やったー。あと今日はインスタグラムを投稿しましたまたしたインスタグラム、お話し会が始まったらまた私服の写真も載せれるように頑張ります。はい、必ずとは言い切れないけど載せれるように頑張りたいと思います。あ、終わっちゃいました。じゃあラスト1回は43分10秒に押したいと思います。43分10秒に押したいと思います。お話し会楽しみだな。なんだろう、二人公演のこととか特に聞きた。あ、でももうもはや思い出になってるけど、そういえば舞台まじむりとかもね、お話し会で話してないですもんね。そういうのとかも聞いたり、あと普通になんか最近の皆さんのお話とか聞くのすごい好きなので、はい、何してるんだろうって気になっちゃう。あ、でも話したくなかったら全然話さなくていい。私のことを待って、押しますね。なんかね、いろんな方がいると思うんですけど、お、ありがとうございます。こう話したい人と聞きたい人みたいな、そう、私はどっちも楽しいので、だったーイエー。私がなんかこう、これはこうだったよみたいな、こう良かったよねとか言ってくれるのも嬉しいし、この時はどうだったのとか聞いて私が話すのもいいし、私が勝手に話し出すのもいいし、あと自分はこうなんだよ最近っていうのもいいですね。はい楽しいです。すごい、失礼いたします。最後にドボンしました、やったー。すごいですね、キリのいい終わり方ということで、最後に私はドボンをして対戦を終えました。皆さん一緒に合わせてくださってありがとうございました。はい、というわけでこの後も私はドボドボとドボンをやりますが、皆さんもあのできる時にやってくれたら嬉しいです。ということで、まあ当たらなかった方もいると思うんですけど、絶対
また毎日時間合わせ2回ぐらいはできるようにしておるので当たるといいなって思います。その時に、はい、ありがとうございました。では今日はそうですね、なんだろう、なんか一曲歌って終わりにしたいと思います。今日はやっぱあれですかねやっぱりポニーテールとシュシュを歌いたいと思います。なぜなら、公演で新しいセットリストに入っているからです。あれ、ポニーテールシュシュシュと歌詞調べたら、マジジョテッペンブルースの歌詞が出てきた。マジジョテッペンに行くぜ、大騒ぎ天国もいいですね。でも今日はポニーテールとシュシュを歌いたいと思います。それでは聞いてください。ポニーテールとシュシュ。チャンチャチャンチャンチャチャンチャチャンチャンチャチャンチャチャンチャンチャチャンチャチャンチャチャチャンチャチャチャンチャチャンチャチャチャンチャンチャ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 ンチャチャチャンチャ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 ンチャ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 腕から衣替え、ちちちちち青い海波打ち際で君と会いたい、裸足の水しぶきポニーテール寝しながら風の中、君が走る僕が走る砂の上、ポニーテール寝しながら振り向いた、君の笑顔僕の夏が始まる。じゃんじゃじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃ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 んじゃ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 じゃ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 んじゃ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 、束ねた長い髪水玉のシュシュ、恋の尻尾は捕まえられない、触れたら消えてく幻。ちゃん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 、ポニーテールほどかないで変わらずに、君は君で僕は僕で走るだけ、ララ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 。はい、ありがとうございました。ポニーテールとシュシュでした。今日の髪型素敵ですって嬉しい、ありがとうございます。ポニーテールとシュシュの2人公演の振り付けで初めてちゃん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 の人やって嬉しかったです。はい、まあ2人だから絶対これなんですけど、いつもはこれの人、これは真ん中の2人しかできないんですよ。これは周りの人
チャン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 しかやったことなくて、あとカーレンダー、これの振りも真ん中の人しかできないから初めてできて嬉しかったです。はい、ということでランキングを読んでいきたいと思います。第13位の方から、山田子さんありがとうございます。セリナさんありがとうございます。メキシカンサッタさんありがとうございます。ひまわりさんありがとうございます。顔文字さん、はーちゃんのセンター分け大好きマン、ありがとうございます、嬉しい。70さんありがとうございます。おりんごさん、ドボンで大騒ぎありがとうございます。チョコレットさんありがとうございます。ポニーテール最高さん、ありが目指せエキビングネゴありがとうございます。ひよこさんありがとうございます。しょうさんありがとうございます。じゅんさんありがとうございます。そして第1位はよしのりさんありがとうございます。はい、ということで皆さん見てくださってありがとうございました。下隙を見て参加します、ありがとうございます、楽しみに待ってます。では、現在地は本当に努力の結果だよね、アドボンですね。いやいや、皆さん本当に皆さんが協力してくださってるおかげでございます、本当にありがとうございます。では最後に自己紹介をして終わりにしたいと思います。はい、あなたの視線と私の視線をクロース。イエーイ、ありがとうございます。埼玉県出身村山チーム4のはーちゃんこと黒沢るかでした。ありがとうございました。バイバーイ、ありがとうございました。明日よろしく明日よろしくお願いします。バイバーイ。